まあまあほんまに気ぃつけて頼むで。こんなんやし、こんなん木の皮で。うんマジ怖い。今度は、高橋さんとかもそれで怖いし。これが危ないじゃん。あ、そっちから行こうかも。安定してるし。いいの？It's so easy to see that you're in love with me. このトタンの下にまだトタンがいてるわ。 Carve your name next to mine on that big ocean. 大仕事ですね。え？何？大仕事です。何が？下にないわ。今週中でいける？うん。2980。2980。We just pick up where we left off, then we toe the line. That's fine. Sunday breakfast in bed, strawberry jam on some bread. ママ、ママが使うとしたらどっちがいい？おもちゃ。いやもうこれでいいよ。これでいい。多少出た方がやっぱり打った時に入りやすいから。もうこれでハンマーとバールが揃ったから、これで屋根のハッカー以外では打てます。ハッカーはあとだから高圧の強コンプレッサー、この帰りにちょっとそこの木村さんがあったからプロ用の一回ちらっと覗いてみます。シングルは車がないと無理でしょって。だからシングルは幸いからルーフィングまで行けたらいい。そうやろ、うん、だからシングルはもうどっちにしたってネットで。小口はどの段階でいいの？小口は、下地の木が張り終わった直後、下地の木を張り終わったら小口を回して、でそれにルーフィングを張って、ほんでアスファルトシングルで終わる。倍なんだってこれ。800、900円と1500円。しょうがないやん。コーヒー一杯飲まへんかったらいいねやん。それで足らへん。悔しい。これでものすごく長かったら悔しい。これが関西人です。もうタイムイズマネーやで。もういいわ。じゃあ行こう。行こう。足場にすんの？そう。この形の一番上にこの足場板を渡して、それを止めていつでも屋根に上がれる足場にします。いただいてます。ね、色合い好きやな。変わらない。いただきます。なんか。辛いの。辛いあれ。全然辛い。軒がな、これが折れたらあかんからこれ乗って。うんうん。それは残しときたいの？もちろんもちろん。こんなん全部そのまま残すから。うん、こう動く感じなんで、工事中に私が乗っても折れるかもしれんから、ここに一旦頬杖つかそうかな。でプラス。日頃も、これから、耐震のことも考えてちょっと補強しよっかな。で、こんなとこももし食ってる感じなんで、ホウサンを巻いて、防虫しようかなと思ってます。はい。Thank you. そうやろ？あ、油が厳しいやろ？登りたいけど。おんな、危ない。ちょ、男か？ちょっと待って。ま高すぎるんで、これ上に上がるんだから高すぎまくそう。もうパパ、今日高所恐怖症やのにそんなんいけんな。無理だ俺。やっぱりこの横に僕は命をかけてもパパを守る。逆倒れ？いや、横やったらいけるけど、ちょっと待って。横やったらいけるけど、横やったら横でこのぐらぐら倒れるようにしなきゃいけない。ああ、ここやパパ、ここで。そう。当たっちゃって、ちょっと置いて。僕はしご登ることは一応できるけど。それ怖いよ。これをさすがにやめとこう。ああ、早く。サンキュー。他に仕事くれやしいよ。他に仕事くれやしいよ。え、やっていいパパ。もういいよ、ほな。何よ。それ。ここも。あ、はい、ありがとう。こう。やばいよ。上登ってみてみ、これ。あしら完成。それは何ですか。これはもう。どこやったっけ。ワークマン？あ、そうそう、ワークマンで買った直旅みたいな直旅シューズ、指なしだから足首がキュッとなんのがいいんやろ。登ったりするの靴とは全然通気性もいいし、から足にフィットしてるし。かかと見してどんなんあ、違う、足首どう？まずちょっとこの辺だけ離すところだけ離してみるわ。ママほんま気ぃつけて頼むで。こんなんやし、こんなん木の皮で。うん？マジ怖い。え？うん、でもそこしか打てへんのちゃうな、考えてみたら今は。木の皮に当ててあるだけやから、まあ、この山の上に乗らへんかったら絶対突き抜けるから。その結び目何やったっけダブルフィッシャーマンズ、フィッシャーマン、フィッシャーマンズループやったっけな、ループ。みたいな感じなんで、後で調べます。こんなだけだけねえだろ、これ何メートルか知ってんのか。知らん。何やってんの君たちは。足場の上で。足場リラクゼーション。足場リラクゼーション。ちょっと肛門がムニムニするのが楽しい。ちょっと。それはポポだけや。あかんわ。短すぎたわ。45じゃ。長いの。ちょっとだけやったらあるかも。70とか80。ダメだよ。明日やっぱりこんなしょぼい飲んで打てへん。この下までもやまで行かへんかったらいいのよ。この下までガチッと止まらない。この続きはもう明日にしようかな。リム？うん。リム。え？ということで。ママほなったら。今日は命綱をつけて。これだけ剥がして終わります。